こんにちは、平山茂です。今日はですね、11月3日ですね、水曜日、現在時刻は10時45分でございます。どうも皆様、本日も1日ね、お休みだったという方は、いい休日過ごしていただいたと思いますので、お仕事だったという方は本当にお疲れ様でございます。お疲れ様です。私平山はですね、今日は水曜日、定休ということで、まあね、普通のお休みでございます。さて、今日はですね、これ今乗ってる車です。今日はこの車、日産 NV100 クリッパーバン、こちらをですね、ちょっと三菱さんにちょっと持って行って、詳しく点検してもらうという日でございます。本当はちょっとね、いろいろ予定入れて遊びに行きたかったっていうのもあるんですけど、ちょっと車が怪しいんです。以前にちょっと走行中にエンジン警告灯が点灯したりですね、今は消えてるんですが、その点灯したり、あとは実際にね、走行中にやっぱ違和感があるので、加速がどうしても悪かったりしてるので、ちょっとね、詳しく三菱さんに見てもらおうかなと思っております。コンピューター診断だけしてもらった時には、一応シリンダーに2番目のシリンダーが失火してますよということだったので、多分プラグ、イグニッションコイル、その他もろもろ不具合があると思われますので、今日はちょっと詳しく見ていただくという、今日は修理ではないんですが、今日はちょっとね、まずはこの、何よりも私はね、こう車に乗って、YouTube のね、撮影することが多いので、もう車がないとダメなんです。仕事もこの車を使ってやるね、軽の配送業をしておりますので、車さんをね、どうにかこのクリッパーちゃん、どうにか元気にしてあげないと何も始まらないんです。でも大丈夫だとは思います。大丈夫なはずです。はい、皆様大丈夫ですからね。大丈夫ですよ、大丈夫ですから。いやー、気持ちいいな。久しぶりだな、こんな歩くのは。気持ちいいわ。ふう、いい天気だ。ここはどこだ。さあ、12時半か。6時ぐらいって言われたんだよな。でも6時までかからないよな。11時にディーラーに出したから3時間4時間ぐらいでしょう。って考えると、3時には終わるはずなんだけどな。6時はやめてほしいな。なんか携帯が置いてあるな。誰だ。え、誰の携帯だこれ。回ってんのかこれ。回ってんのかな、これ。回ってんのかな、これ。回ってるこれ。なんかレンズ3つあるけど、どうなってんのこれ。ちょっと回ってる。あ、回ってるね。大丈夫ですよ、大丈夫ですからね。大丈夫ですから。あれ、蚊に刺されてる。そして血が出てる。えい、蚊がいるわ。刺されて、うわ、自分の血これ。やめてほしいな。トンボさん、調子はいかがですか。トンボさん、綺麗ですね。
トンボさん、ちょっとピントが合ってないか。いやー綺麗、紅葉はまだちょっとね早いですけど、うん、涼しい。今日は T シャツでいいですね。全然大丈夫だな、大丈夫だねこれは、うん、どんぐりが落ちてきましたね。怖いですね。やばい、どんどんディーラーからどんどん離れていってる。戻るのしんどいな。あ、これか。おお。ちょっと上なんですね。ここに大きい芝生があるんですけど、本当に地図上には何も表記は載ってないんですよ。航空写真で見ないと気づかないような。あ、行けるのかなこれは。で、周りはもう普通に住宅がバーって並んでて、何これ、すごくないですかこれ。なんすか、何これ。ほら、おかしいでしょ。これ地図に載ってないんですよ。なんとか公園とかじゃないんです。もう何にも載ってないんですよ。何なんだここは。ちょっと今風を受けてるんですが、マイクは問題ないのかな。ボーって風がなってなければいいんですけど、なってたらごめんなさい。ちょっと風をもろに食らってますね。やっぱこんだけ広いから。誰もいないんですよ。誰もいない。はい、終わりました。終わりました。現在時刻は4時半、夕方4時半を回ったところです。ちょっとだけ予定より早く、いやー一応ですね見積もり出ました。思ったよりはですね、そんなに修理代はかからないです。約25,000円ぐらいですね。25,000円ぐらい。とはいえちょっとね、最近出費をたくさん出費しておりまして、非常に痛いですね。まあでもしょうがない、直しましょう。クリッパーちゃんのためなら直しましょう。これで大丈夫、大丈夫だ。いやーよかった。とりあえずですね、プラグも恐ろしく汚れていたということで、プラグも3つともね交換。プラグは大してね値段は高くないんですけれども、あとはですねちょっとエンジン内部のオイルが漏れてですね、そのプラグの方だったかな、シリンダーの方へちょっとこう流れ込むというような、なんかそんなような。でまあちょっとエンジン内部がもうなんか本来は乾いてなければいけないところがもうオイルまみれになっていたということで、まあ、それが加速不具合とか、まあ、プラグもそうですけど原因じゃないかなということで、なんとか原因は究明できたということで、また来週のね、水曜日11月10日に、半日ぐらいでね終われるということだったんで良かったです。入院も必要なしということで
眩しいですね。いやー大丈夫だ、大丈夫でした、大丈夫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 、とにかく大丈夫だ、大丈夫大丈夫、うん、大丈夫ですから、大丈夫ですからね、大丈夫。さあ今日はいい一日だったな。ちょっと待ち時間が大変だったけど、とにかく大丈夫だ。よし、また明日から仕事頑張りましょうね。お休みだった方はいい休日過ごしたと思いますので、また明日からね、お互い頑張りましょう、お互い頑張りましょう。ということで今日もご視聴ありがとうございました。ではではまた明日、また明日お会いしましょう。それではおやすみなさい。平山茂でございました。お付き合いありがとうございました。あれ、走りがいいな、走りがいいぞ。ちょっと掃除したからかな。ありがとうございます三菱さん、ありがとうございます。